でも911かけてみるか。まあ番号ないって言われるだろうな。おかけになった電話番号は全然違うだ。ですよね。じゃあ、ありえない数字入れてっか。警察は、あれだろうからな。3回やっぱコイン使って説得しないと、ちょっと力にはなってくれそうもないので、今回は遊び会としてね。まあそもそも6桁でかける。もしくは3桁。最初フルでかけたけど。なんかそれ以外にどっか面白いの番号ってあるかな。全然思いつかないな。よし。じゃあ、どうせなら、これでいこう。どうせならの意味がわからないかもしれないか。666の666で。おかけになった電話番号は現在使われておりません。6が6つになっちゃったら、獣の数字かける2になっちゃうから。獣の数字としてはもう獣の数字ではなくなっちゃってるからな。わ、まあ。じゃあ3桁で入れればよかったって？ああ、確かに、そうだね。言われてみればそうだ。誰にも言われてないけど。自分が自分に言って、それに対して言われてみればって。よし、じゃあ、110番。3回の連続の電話凸で。いきまーす。はい、こちら町川警察署です。どうしました？男性警官のようだ。すみません。公衆電話ボックスが開かず、中に閉じ込められてしまったので助けてほしいんです。わかりました。まずはちょっと落ち着きましょう。まず、あなたの名前と年齢をいいですか？斉藤直樹です。年は30になります。わかりました。斉藤さん、今あなたはどこの公衆電話にいるかわかりますか？わかりません。周りが暗くてよくわからないのです。ただ、駅前とか街中ではなさそうで。ボックス内に何かヒントになりそうなものはありませんか？住所の書かれたシールとかないでしょうか？少々お待ちを。調べ。あ、もしもし？ダメです。特に場所が分かりそうなものは何もなさそうです。もしもし？いつの間にか時間がオーバーしていたようだ。電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。はい、2回目。こちら町川警察署です。佐藤さんですね。何か手がかりはありましたか？いえ、ダメです。特にありませんでした。わかりました。佐藤さんの場所は逆探知できるかもしれませんので、このまま通話を続けましょう。小銭やテレフォンカードはまだありますか？小銭は少なく、テレフォンカードはありません。何か持っていないかは探したのですが、他にはもう何も。今こうやって通話している公衆電話ですが、本体は何色でしょうか？機種によっては無料でかけられます。緑色ですね。ただ、赤い緊急ボタンが壊れているようで、動作しないです。それは強めに押してみたりしてもダメです。ダメですね。後でまた試してみます。いつの間にか時間がオーバーしていたようだ。電話が切れてしまっている。逆探知するって言ってるんだからコイン入れな。コイン入れな。こちら町川警察署です。佐藤さんですね。すみませんが、まだ探知が完了していません。必ず見つけます。諦めずにいてください。そのままこちらを励ますように会話が続いたが、ほどなくして電話が切れてしまった。10円玉がなくなってしまった。その後、何時間、何日が経っただろうか。
逆探知をしているはずの警察を待ったが、一向に来なかった。警察でも拉致が開かないのではどうしようもない。このままくたばるのなら、最後に家族の声が聞きたかったな。実家の番号にかけてみてもよかったかもしれない。なんだか息苦しいな。たまらなく不安だ。気分が悪い。意識も遠くなってきたような。まさか、あ、警察ダメだったか。実家ここで、母ちゃんがやってきてくれるんだろうか。なんか突然母ちゃんがやってきてくれたりしないんだろうか。飛ばしていくね。3回目まで飛ばしていくね。2回目まではかけたんだよね。うん、はい、時間オーバーした。もう一回かけてみるよ。で、姉ちゃん、あ、違うわ、実家にかけてもダメなんだ。そうか、番号を全部聞いて終わったんだ。あ、そうかそうか。あ、今思い出したわ。何無駄なことやってんだ俺。え、じゃあどこにかけんのよ。え、ってことは友達の中に攻略対象がいるってこと？え、田中はダメだったもんね。田中ダメだったよ。実家もダメだった。警察もダメ。110番もダメ。119番も相手にされてなさそうだったから多分ダメ。うん。あら、そうか、失敗したな。エビはダメだろ。100万、99万払えとか言ってっからさ。それはまあ、でもこっちも払うとは言ってっけど、前金要求されてるので無理だって話なんだよね。となると、ゲームクリエイター目指してた福田くん？参ったなぁ。思い出せる番号他になんかないかな。いや、全然ないな。これはちょっと参ったな。電話にかけてもこれ以上意味ないし、じゃあ友達攻略なんだな。じゃあちょっとこのかけて、このターンはちょっと失敗というか、まあなかったことにしよう。参ったな。こいつも酔っ払って何経由でこの電話ボックスに入ったんだ。はい、残念。はい、じゃあもう福田攻略に行くよ。福田くん、はい、行きます。福田くん攻略に行きます。775-583、1回目はやったので飛ばしていきますね。アルバイト先も一緒だったのか。ゆきちゃんに告白失敗して振られた。でもさ、別に振られたのはさ、そりゃまあちょっと大笑いしたのはあれだったな。でも妬みと、なんか積もり積もってた部分があったから、まあダメなんじゃない？そり合わないんじゃないの？はい、福田です。福ちゃん、頼むよ。直樹か。いや、ちょっと。お前、部屋に女いるんじゃないの？もしかして。だから嫌がってんじゃない？実は今さ、合コン中なのよ。この後お持ち帰りできるかどうかの瀬戸際でな。すまんが、また後でかけて。電話は切られてしまった。彼と疎遠になった理由を思い出した。こういう自分勝手なところとかがやっぱりムカつく。福田！はあ、福
ちゃん、頼むよ。直樹か。結局何もできずに終わっちまったよ。これから男たちで反省会さ。クソ、どうでもいいわ。殴り倒すぞ、この野郎。やや冗談交じりに本音がこぼれた。福ちゃん、前に公衆電話を題材にした脱出ゲーム作ってたろ。その時に自分でもいろいろ考えたり、調べたりしたでしょ。何かいい脱出アイデアない？またその話か。本当に閉じ込められてるのか知らんけどさ。まずボックスのガラスを割って脱出するとかだな。試したけどダメだった。警察に電話するとか。もうこれでお金が尽きてしまったのよ。バカ野郎。直樹、今スマホを持ってないって言ったよな。なくしたんだったら自分のスマホにかけてみるのもいいかもな。お、なるほど。それは考えつかなかった。誰かが近くで拾っているかもしれないし、それはいいかもしれない。あとは都市伝説だけど、過去に電話をかけるだな。え？いや、前にネット掲示板の書き込みで見たんだけどな、公衆電話で電話をかけるとき、番号の前にシャープを2つくっつけるらしいんだよ。そうすると10年前に電話がかかるらしい。ほう。でもお前、もう電話かける金もないんだろ。他の手段を考えないとな。相談をしているうちに福ちゃんとの電話は切れてしまった。これで自分の携帯番号がわかるのか。10円玉がなくなってしまった。もう電話をかけることはできない。自分のスマホにかけてみるのは盲点だった。すげえ番号だな、お前の番号スマホ。000の121。福田完了。はい。あとは福ちゃんの言っていた都市伝説、10年前に電話がかけられるなんて嘘くさいけど、もし本当なら何か助けが得られるかもしれない。シャープを2つつけるって言ってたな。え、それだけだったっけ。番号の前にシャープを2つくっつけると言っていた。もし10年前の警察にかけるとしたら、シャープシャープの110ってことになるな。試してみたいが、この状況ではどうにもならない。なんだか息苦しいな。たまらなく不安だ。10年前の警察、まあ今のは例だと思うんだけどね。10年前の自分に電話をかける。今30歳だって言ってたじゃない。ってことは20歳の自分に電話をかける。は？ってなるよね。普通にはってなるわ。10年後の自分しか知り得ない情報。いや、そんなのわかんないよな。正直、俺が今閉じ込められて、10年前の自分に5月5日の夜中の11時40何分に電話をかけたとしてだよ。正直、その頃の俺何してたかなんか覚えてないよ。うん。例えば、かけて、かかってきて、え、お前が、その、10年後の俺だっていうことを証明してみろよって言われたとするじゃん。自分も言ったとするじゃん。え、10年前の5月5日の後？ちょっと待って、何がある？例えばその何年後に何かが起きるとか覚えてるか？俺競馬とかもやらないし、何の馬が何のレースで1位を取るとか、そういうの全然わかんないから、そういう、情報は全くない。俺ギャンブレーズでやらないから、ロトもわからない。そんな、逆にロトの番号してたらすげえな。正直大した人生送ってきてないから、その後にお前がどうなるとか、あ、そうか。唯一わかるのは、どこどこに勤め先が決まるとか。で、10年前、勤務して何年？大学出て、大学生だったら、まだ働く前だから、就職先がわかる。なあ。
ああ、それで未来の提示はできるかもしれない。それで後々、今今回かけた電話で信じてはもらえないかもしれないけれど、そこから先就職するって言った時に、言った通りだって思い出すかな。なんか変な電話かかってきたでもう忘れてるかな。で俺が10年後に実は電話ボックスにはまっちまう。10年後の5月5日。でも電話ボックスの場所わかんないんでしょ？じゃあ過去にかけたとしても場所がわからないんだから意味がないよね。そりゃ、ループじゃん。かけたとしても過去改変できないじゃん。と言っててもしょうがないので。まずは、現代の、現在の、自分のスマホにかけてみよう。